こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。この動画であなたの積分の知識をパーンと上げていきましょう。よく出る問題ですね。y イコールルート1プラス x の2乗分の x で x が0以上1以下ですよと、こんな曲線があるんですね。こいつと x 軸直線 x イコール1で囲まれた図形を x 軸周りに回転してできる立体の体積 v1 を求めなさいと、回転体の体積ですね。で、括弧2番が、まあ、丸1と y 軸と y イコールルート2分の1で y 軸周りの回転体ですね。さあ、じゃあまずは、微分してグラフのイメージを作りましょうかね。はい、はい、では行きましょう。バチンと微分してあげて、小の微分ですね、分母2乗分の分子微分して分母がそのまんま、マイナス分子がそのまんまで分母が微分ですね。じゃあ分母のルート1プラス x の2乗の微分を考えるわけですけれども、これ1プラス x の2乗の2分の1乗ということですね。ということで、2分の1がビューッと前に降りてきて、1プラス x の2乗のマイナス2分の1乗になって、合成関数の微分で 2x がかかりますね。ということで、パンパンと約分されて、ルート1プラス x の2乗分の x になりますね。というのを、まあ普通は暗算でやるんですけれども、ルート、ちょっと丁寧に書きましたよ。ルート x の2乗プラス1分の x ですね。よいしょ。ヒュ。はい。これは微分したものですね。小の微分です。さて、ではここでよいしょ、分母分子にルート x の2乗プラス1というのをかけましょうか、ね、ここの分子の分母嫌なので、イメージはかけるルート1プラス x、 じゃあ x の2乗プラス1、お、 x、 まあまあどっちでもいいですよ。でこっちもルート x の2乗プラス1をかけるわけですよ。さあ、すると、これ1プラス x の2乗かけるルート1プラス x の2乗分の、こいつが同じものなので1プラス x の2乗になりますね。でマイナス、これが約分されて x の2乗になりますね。はい、ということで、1プラス x の2乗かけるルート1プラス x の2乗分の1になるわけですね。ということでこれ何が見えるかというと、単調増加が見えますね。y' が正じゃないですか。0よりでっかいですね、必ず。ということで常に単調増加することが言えます。よって、y イコールルート1プラス x の2乗分の x というのは単調増加ですね。単調増加しますよと、常に単調増加しているわけです。はい、じゃあ端っこを捉えましょうか。もう単調増加が見えているので、 x イコール0の時に y はここに0を入れてあげると0になりますね。x が1の時に y はルート1たす1、つまりルート2分の1になりますね。はい、一応書いておきましょうか。 x イコール0の時 y イコール0、 x イコール1の時 y イコール、ルート2分の1なわけですね。ということでこれでグラフが確定しました。ひゅ。じゃあ x 軸 y 軸原点があった時に0、0で、1の時にルート2分の1なわけですね。ちょ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 で単調増加、どんな風になったのか知らんですけど、はい。でこれを括弧1番は x 軸周りにブンと回すわけですね。じゃあ回転体というのは、この x 軸に関して対称なグラフを書けば分かりやすいですよ。ちょっと色変えましょうか。じゃあ x 軸に関して対称な曲線ってこうですね。でここの部分が円になってるわけです。ブーンって感じね。なのでこんなラッパみたいな立体になるわけですね。じゃあこのラッパの体積どうなるんですかというと、断面積を考えればいいわけですね。ここの断面っていうのは円なわけで、じゃああるポイント x に対してこの半径っていうのが y になってるわけですね。なので πy2 乗っていうのが断面積ですね。その断面積をインテグラル0から1まで dx してあげれば求める立体の体積になりますよね。ということで、v1 求める立体の体積 v1 というのはインテグラル0から1までの πy の2乗なんですけれども、 y っていうのが、この関数ですね。なので、ルート1プラス x の2乗分の x の2乗の dx ですね。はい、
楽しいですね、回転体ね。あのこの図書くの楽しくないですか？キモいですかね。いやいや楽しいんですけどね、私は。はい、じゃあ π 前に出してインテグラル0から1までの1プラス x の2乗分の x の2乗 dx になりますね。さてこの積分がすぐに見えますか？方針がどうでしょう。うん、まあ分子の次数と分母の次数を見たときに2次と2次なので割り算ができますね。分子の次数が分母の次数以上の時っていうのは割り算するのが王道です。ということで、インテグラ、π がないな。π、よいしょ。π、インテグラル0から1までの、まあ割り算するんですけれども、まあ割り算と同じことを、同じ形を作ることで発想しましょうか。1プラス x の2乗、分母の形を作りました、強引に。で、元に戻るためにはマイナス1しておけばいいですね。これで、1、たす x の2乗マイナス1でパチパチと消えて x の2乗だけ残りますよね。はい。ということで、π インテグラル0から1の、分数を分けますよ。1プラス x の2乗分の1プラス x の2乗プラス1プラス x の2乗分のマイナス1の dx になってるわけです。はい。では、π インテグラル0から1までのこいつはもちろん1になりますね。マイナス1プラス x の2乗分の 1dx になりますよと。じゃあ1っていうのはもう普通に積分できますね。1を積分したら x です。で、マイナスインテグラル0から1までの1プラス x の2乗分の dx になってるわけです。ここカッコでいいですね。ひゅっ。じゃあ π カッコ、0から1がないですね。上端入れてマイナス下端入れると1ですね。で、マイナスインテグラル0から1までの1プラス x 分の 1dx、危ない2乗がここに隠れとる2乗 dx になってるわけです。さて、じゃあインテグラル0から1までの1プラス x の2乗分の 1dx はパッと見えますか？もう超典型な積分ですね。典型問題ですよ。典型的な積分ですね。じゃあここで、インテグラル0から1までの1プラス x の2乗分の 1dx っていうのを求めますよ。ではこれってタンジェントシーターの値観ですね。x イコールタンジェントシーターとしましょう。a タンジェントシーターの値観ですね、公式で言うとね。でここが1なので、1タンジェントシーターということで、はい。じゃあ両辺微分してあげると dx イコールタンジェントの微分が cos2 乗分の1ですねの dθ で、x っていうのが0から1まで変化するときに θ っていうのは x に0を入れたらタンジェントが0、タンジェントが0ということは、タンジェントが0ということはヒュ、0ラジアンですね。で、ここ x に1入れてあげるとタンジェント θ が1なので4分の π ですね。はい、ではこれで置換ができますね。 x を、タンジェント θ に置換しましょう。ちょっと狭いのでこっち行かせてください。よいしょ。ということで、よって、インテグラル0から4分の π までの1プラスタンジェント2乗θ分の 1dx っていうのが cos2 乗θ分の 1dθ ですね。はい、では、インテグラル0から4分の π までの1プラスタンジェント2乗というのは cos2 乗分の1なので丁寧に書きますか。1たすタンジェント2乗シーターというのは cos2 乗シーター分の1なので両辺逆数をぶっと取ってあげると1プラスタンジェント2乗シーター分の1というのは cos2 乗シーターになりますね。ということでここの部分が cos2 乗シーターになるわけです。ヒュッと。で cos2 乗シーター分の 1dθ でバンバンと約分されて1っていうのを積分してあげるとシーターになりますね。ということで上端の4分の π 入れてマイナス下端の0入れれば4分の π になりますよと。ということで求める体積 V1 ってどうなるんですかというと、どこかこれか π カッコ1マイナス π カッコ1マイナス4分の π になるんですね。ここの、インテグラルが4分の π になるよということを求めたわけですからね。はい、これが答えになりますよというのがカッコ1番です。楽しいっすね、回転体ね。ウキウキって感じです。さあ、じゃあカッコ2番いきますか。カッコ2番は丸1と y 軸直線 y イコールにルート2分の1で囲まれた図形ですね。じゃあルート2分の1ってここですね。もうこいつ、丁寧に書きますか。
はい、すみません、横着するとね、良くないですね、数学も人生もですね。はい、じゃあ X 軸、Y 軸、原点があってこんな曲線があるわけです。で、ここ X が1で、ここ Y が、ルート2分の1になってるわけですね。 OK ですか。これが、Y イコールルート1プラス X の2乗分の X という関数です。はい、じゃあ今度 Y 軸周りにプンと回転させるわけですね。じゃあ Y 軸周りにキュッと回転してあげると、 Y 軸対称のグラフを書けばいいですね。ヒューンですね。これ、こいつを Y 軸対称の線対称のグラフを書きました。で、ここで円を作ってあげて、ヒューンヒューンですね。こんなお椀みたいな立体になるんですね。こんなお椀ですよ。こいつの体積が V2 なわけです。では断面積ってどうなるんですかというと、ちょっと色変えようか。色、はい、断面積はどうなるんですかっていうと、あるポイント Y っていうところで見たときに、ここの長さが X っていう長さになるわけですよね。なので πx の2乗というのがこの断面積になるわけです。ここの円の。さて、ということで、よいしょ、求める立体の体積っていうものは、 V2 っていうのはインテグラル0からルート2分の1までの πx の2乗の dy ですね。 Y 軸方向の積分なわけです。断面積がここからここまで。はい、じゃあ x の2乗って何ですかというと、この関数の x に対して x の2乗なわけですよ。ということで、y イコールルート1プラス x の2乗分の x より、こいつを x について解いてもいいんですが、これ両辺2乗してあげれば、 y の2乗イコール1プラス x の2乗分の x の2乗になって、 x の2乗について解くことができますね。じゃあこれを x の2乗について解いて、それをここにボーンとぶち込んで積分すれば終わりなわけです。はいはい。じゃあこれをピヨンと移行してあげて、1プラス x の2乗、y の2乗イコール x の2乗ですね。で、展開しますよ。y の2乗プラス x の2乗 y の2乗で移行しましょう。マイナス x の2乗イコール0。今 x の2乗につ、ついて解くのが目的なので、x の2乗括弧 y の2乗マイナス1イコールピヨンと移行してあげて、マイナス y の2乗ですね。で、y の2乗マイナス1でこいつを割ってあげるわけですよ。よいしょ。両辺マイナス1かけときますか。ここのマイナス1が嫌なので。ということで x の2乗括弧、こいつにマイナス1かけるので 1-y の2乗ですね。それがイコール y の2乗になってるよということです。ではこうやって移行して分母に持ってきたいんですけれども、もし0だったらダメですよね。じゃあ y って何もんですかというと、今0からルート2分の1までの範囲なんですよね、 y っていう変数は。ということで y が0以上ルート2分の1以下なので、 1-y の2乗というのは0になることはありえないですね。じゃあこれ晴れて分母にピヨンと持ってこれるわけです。よいしょ。これが x の2乗。さあ、じゃあ求まったこの x の2乗というのを、ここの x の2乗へポンと入れてあげれば y の積分になるでしょ。シュッシュ、はい、よって、V2 というものはインテグラル0からルート2分の1までの π かける、1-y の2乗分の y の2乗 dy になるわけです。さあ、あとはこの積分をオラオラやってったら終わりなわけですね。うん、どうしましょうか。どうしましょうか。 D は、π をピヨンと移行してあげて、インテグラル0からルート2分の1までの、さっきと同じですね。これ2次と2次じゃないですか。2次と2次ということで割り算してあげましょう。さっき同じものを作ったので、じゃあ今度は割り算してあげますか。こんな感じ。 y の2乗というのを 1-y の2乗で割ってあげるわけですね。じゃあ小がここにプラス0があると思ってね、小がマイナス1、そしたらこれ y の2乗マイナス1になりますね。なのでプラス1余るよと。ということで小がマイナス1で余りが1だから、こんな風に割り算できますね。これ大丈夫ですか。
大丈夫ですかね。ちょっと丁寧にやりますか。例えば7を3で割ってあげれば、2余り1じゃないですか。ということで、7を3で割ったんですね。7を3で割ったから3分の7というのは小プラス3分の余りになるでしょって言ってるわけです。これですよ。いいですね。ここの小がここに来るでしょって。面白いな。小がここに来るでしょう。はい、どうでもいいです。忘れてください。で、余りがここに来ますよね。で、同じようにこれ小っていうのがここに来てるわけです。で、余りっていうのがここに来てるわけですよ。こんなイメージ。はい、いいですかね。では、さっきと同じようにこのマイナス1だけは積分できますね。シュッと、パイ中括弧ではここ積分してあげて、マイナス y の0からルート2分の1なわけですね。プラスインテグラル0からルート2分の1までの1マイナス y の2乗分の1 dy なわけですね。では、ルート2分の1を入れるとマイナスルート2分の1ですね。で、0を入れたら0と。で、プラスインテグラル0からルート2分の1までの1マイナス y の2乗分の1 dy になってるわけです。あとはここ求めれば終わりですね。こっちいきますよ。よいしょ。さあ、ここでインテグラル0からルート2分の1までの1マイナス y の2乗分の1 dy を求めましょう。さて、どうしますか。これどうしましょうか。はい、すぐに方針が見えますかね。これ、うん、因数分解できますね。これでは、インテグラル0からルート2分の1までの1プラス y、1マイナス y に因数分解できるので、部分分数分解できますね。よいしょ。では、適当に1プラス y 分の1マイナス1マイナス y 分の1の dy にしてあげて、適当ですよ、これ。で、通分して元に戻ればいいわけですよね。よいしょ。じゃあこれ通分してあげると1プラス y、 1マイナス y 分の1マイナス y マイナスカッコ1プラス y になりますね。通分しましたよ。じゃあ、あとまあ分母はどうでもよくって、分子は1引く1で消えますね。で、マイナス y マイナス y でマイナス 2y になりますね。で、ここ y っていう項がないので、残念ながらここを引き算じゃまずいわけですよ。ということで、ここ足し算にしてみましょう。では通分してあげると、これかけこれ分のこれ足すこれになりますね。ではここは1は残って、1は残って、マイナス y とプラス y でこっちが消えますね。で、これは2になりますね。ヒュッと2で、ここは1になってほしいので2分の1をかけとけばいいですね。こんな風に。ということで、ここに2分の1がかかれば終わりです。はい、 d はよいしょ、こっち行きますね。ここ行きますよ。2分の1前に出してあげて積分してあげましょう。ではログ絶対値1プラス y ですね。で、よいしょ、プラスログ絶対値1マイナス y の0からルート2分の1。どうですか。やりがちなミスですよ。ミスがすぐ気づけますか。まあ、あるあるなミスですね、これね。はい、微分してちゃんと元に戻ることを確認しないといけないですよ。じゃあこいつを微分してあげると1プラス y 分の1プラス y の微分になって、ちゃんと1プラス y 分の1になって元に戻りますね。こっちはいいんですよ。じゃあこっち微分してあげると1マイナス y 分の1マイナス y の微分がかかりますね。1マイナス y の微分はマイナス1でしょ。でもここプラス1じゃないですか。ということで、ここはちゃんとマイナスにしとかないといけないですよ。よくうちの生徒がここ間違えるんでね。はい、さあ、ではめんどくさいねめんどくさいな。乗単入れてあげるとログ絶対値1プラスルート2分の1マイナス、ログ絶対値1マイナスルート2分の1ですね。で、加担の0を入れてあげればログ1とログ1になって00になりますね。じゃあこれ通分しましょうか。2分の1括弧ログ絶対値ルート2分のルート2たす1マイナスログ絶対値ルート2分の、
ルート2マイナス1になりますね。じゃあこれもちろん正ですね。でここってもちろんルート2が 1.4 ぐらいなので、 ルート2が 1.4 ぐらい、1.4マイナス1 で 0.4 ぐらいなので、ここも正ですね。プラスで外しといてあげましょう。2分の1括弧ログ括弧ルート2分のルート2たす1マイナスログ括弧ルート2分のルート2マイナス1にしときましょうか。じゃあ定が E と E で等しいので同じものなので、引き算っていうのは割り算になりますね。ということで、ふう長い、2分の1ログ、ルート2分のルート2たす1かける、こいつ割り算にするので逆数にして掛け算ですね。なのでルート2マイナス1分のルート2になるわけですね。じゃあこれルート2とルート2がポンポンと約分されて、よいしょ、ああもうちょいもうちょい、2分の1ログルート2マイナス1分のルートプラス1になりますね。有理化してあげましょう。2分の1ログ、ルート2マイナス1にルート2プラス1をかけてあげて、これルート2プラス1の2乗になりますね。では2分の1ログ、これ2引く1で分母は1になりますね。でこれ展開したくなるんですけど、展開しちゃダメですよ。なんでかっていうと、これルート2たす1の2乗にしておいてあげれば、この2っていうのはビューッと前に降りてきて2分の1かけ2で綺麗な形になるじゃないですか。なのでピューッと下ろしてきてパンパンと約分してあげればログカッコルート2たす1になりますね。これが綺麗な形ですね。ということで求める立体の体積 V2 というものはどうなるんですかというと、パイカッコパイカッコマイナスルート2分の1プラスこいつの積分がこれですね、ログカッコルート2たす1になりますよということです。これは答えになりますよと。長い長いですね。はい、ということでした。まあ回転体の体積はね、楽しいっすね。何が楽しいかって、図を描くのが楽しいわけですよ。うんとこう対称な図を描いて円を描くときになんかもうってなりますよね。なんでしょうね、あの楽しい、楽しい、もうとにかく楽しいしか言えない。はい、なんでって言われても分からない。楽しいものは楽しい、そこに山があるから登るみたいなね、そこに回転体があるから回転体の体積を求めるみたいな感じですよ。はい、です、いいですかね。まあ大事なことは何ですかね、積分計算しっかりやりましょうねって感じですかね。タンジェントの置換であったり部分分数分解であったり、そういうところをしっかりキュッとやりきれれば、この問題はそう大して難しくないかなと思います。まあ特に問題7番なので筆頭問題なので、これは絶対にできてねっていう数学検定協会さんからのメッセージなので、まあこのあたりの基本問題はですね、ぜひぜひ、しっかり答えが最後パチンと合わせれるように手を動かしてもらえればと思います。はい、では、これで動画終わりなんですけれども、まあ、こんな風に、基本的な問題から応用問題までですね、数学検定に必要な知識をどんどん届けていきますので、ぜひぜひチャンネル登録してもらえば嬉しいです。はい、合格できる。